おっしゃすごい音脳進化コーヒーじゃ飛ぶね。はい、まあ、D1 なんですけど、まあ、まずなぜ D1 なのかっていうとですね、まあ、ディスタイルのナンバーワンっていうところで一番最初に出たのがこの D1 なんですよ。でそういった意味でこの D ディスタイルの D に1番っていうのをつけて D1 っていう名前にしました。で当時、まあ、自分のやっぱりトーナメントでの武器、まあ、これがスモラバーがメインだったんですね。で圧倒的にやっぱりスモラバーの使用率が高くて、まあ、まずはスモラバーのトレーラーをいきなり作ろうと。でもうすでに頭の中にイメージがあったので、まあ、まずはここから作ったっていうのが開発の経緯です。で、特徴なんですけど、まあ、すごいスモールシルエットです。でまあ、何に似せたわけでもなく、まあ、ある意味そのスモラバってこういろんな使い方ができる、ルアーなので、まあ、それに対してこのトレーラーもやっぱりこう何かに似せるのではなく、まあ、ぼやっとしたようなイメージなので、まあ、魚っぽくもありエビっぽくもあり、うん、っていう感じのシルエットになってます。でアクションなんですけど、基本的にこいつ単体では自ら動くことはほぼないです。で基本的にはこちらからシェイクして動かしていくっていうのが基本になります。で最大の特徴はこの、まあ、テールなんですけど、まあちょんちょんとシェイクした時にこうピリピリピリっと動くのではなくこうキックバックするんですね。こう実はこんな感じで、で、まあ、もちろんピリピリ動く時もあるんですけど、比較的こうちょん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 って普通のシェイクをするとピッ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 ってこうキックバックするような、アクションが出るので、まあ、意外とこう小さいけどこう波動は出てるという、まあ、そんな特徴があります。なのでまあ小さいけどアクションをしっかりこう水を押させてこちらから気づかせて食わしていくっていう、まあ、そんな、ところをイメージして作ったのが DY になります。はい、使い方なんですけど、まあ基本はやっぱりこのスモラバのトレーラーとしてセットしてもらうのが一番、まあ基本形になります。で、まあ、これだけじゃなく、まあ、今回釣ったような、まあ、こういう脳進化ですね、まあ、マス張りチョンガケ、基本的にまあボディが小さいので、まあ、あまりこうオフセットフックで使うっていうよりは、マス張りチョンガケで、まあ、ネイルなんかを入れて調節して、IG で引いてくるみたいな釣り方もいいですし、あとはやっぱダウンショットですね。ダウンショットで動かしてやると、まあ、スモラバと同じく、アクションしますので、ダウンショットなんかも有効です。まあ、あとまあそのいろんな使い方に正直対応できるとは思うんですけど、まあ、例えばライトキャロとか、まあ、その辺はもう臨機応変に、まあ、今言ったスモラバのトレーラーの進化ダウンショット、まあ、これにとらわれずにいろいろ使ってみてもらえればなと思います。すっげえバスいっぱいいんな本当。おっしゃすごい音脳進化コーヒーじゃ飛ぶね。マジついてるよ。あれ意外と。うわ、超奥行ってるよ。うわ、やば、超奥。思ったよりでかかった。30センチぐらいかと思った。異様に低いなと。ね、D1 のね、高比重の脳進化。まあ多分ちっちゃいベイトなんか靴っぽかったから、うん、プシュッて入れたらちょんちょんってやったら一発だった。
はい、今回、D1 のコーヒー重、モデルが、発売になります。あえて今回 D1 に、コーヒー重にした、理由というか、コーヒー重にすることによって、簡単に言ってしまえば、重たく、塩をバッと入れてるんで重たくなるんですけど、重たくなることによって比較的こう強い水押しが出たりとか、いわゆる普通のノーマルの D1 だとこうピリピリしたようなアクションが、出たり、こう、キックバックするアクションが出るんですけど、そのキックバックアクションがより強くなったりっていう、そういった特徴が出ます。であとはやっぱり重くなってる分、D1 は特に小さいので、飛距離が非常によく伸びる。特にノーシンカーなんかだとかなり、今までだったらネイル入れないと飛ばなかったのがネイルなしでもがっつり飛んでいく。でスモーラバとかでも、今までこう例えば 0.9 にノーマルの D1 とか言うと結構、初心者の方とかだと飛ばしにくかったのが、こっちに D1 が重くなることによってよりちょっと飛ばしやすかったりっていう、そういったメリットが出てきます。なので、もちろんノーマルも非常にこうもちろんローテーションとしては必要なんですが、まずはコーヒー重から入ってもらうっていうのも、ありかなとは思います。飛距離も出ますし、底も取りやすいですし、なので、その辺ちょっと使い分けてもらって、ただやっぱアクションは同じ質なんですけど強い、重々しいのとこうピリピリした軽やかな感じで、変わってきますんで、その辺は2つうまく使い分けてローテーションしてもらえばなと思います。